球磨川の自然を満喫できるラフティング。見て楽しむんだけど体感してもらいたい。じゃあ今から行くぞ。ランドアースの社長と今の球磨川を見てきました。ラフティング会社ランドアース社長の迫田重光さん、球磨川でラフティングを手掛け今年で30年を迎えます。散々まあいろいろやってきて、やっと1年半ぐらいかかってですね、再スタートができるというふうな状況です。一昨年の熊本豪雨では事務所が2階まで浸水、ボートも半分近く流され川も危険な状態に。休業を余儀なくされましたが、清掃活動を経て今年5月に全面再開しました。熊本豪雨から間もなく2年、今の球磨川がどんな様子なのか見ていきたいと思います。急流コースは一勝地から九仙道までのおよそ5キロのコース、背が大きいのが特徴です。ここが球磨川最大の二股の捨てです。じゃあ今から行くぞ。はい、さあ前後来て。はい、うわすごい。爽快感が味わえ、アトラクションのような気分が満喫できます。一方で川岸には流木やゴミが引っかかり、今も豪雨の爪痕が至る所に残っています。迫田社長らは今も清掃活動を続けています。できれば景観もうわやっぱり気持ちいいなって、そういうふうな綺麗な環境に持っていきたいと思っているからですね。コースの全面再開となりましたが、体験客が戻ってきたわけではなく不安を抱えています。災害前からすると、まあ、コロナもあって激減ですよね。全体で見てもおそらく3分の1程度ではないかなとは思うんですね。球磨川ラフティング協会によると、豪雨前はラフティングの体験客は年間およそ4万人いましたが激減しました。迫田社長は客を呼び戻すため新しいアクティビティを考えているといいます。それがこのジェットボート、より爽快感を味わえるアクティビティです。このジェットボートが球磨川でできないか模索しています。もしここでやれるようになったら大きな起爆剤になって、人吉球磨にたくさんの人たちが、また来てくれるんじゃないかと思ってますので、ぜひここでジェットボートのツアーをやれるような、体制にしたいなと思います。にぎわいのある人吉球磨を取り戻し再生させていくため、これからも球磨川とともに感動だったり癒しだったり、あとアドレナリンだったり、この気持ちいい環境空気、これを直接ダイレクトに、来てもらったら、いいんじゃないかなと思います。